では手話解説の3回目です。よろしくお願いいたします。小島さんところね、省いてしまってるんですけども、実際に含めるとしたら、小島さんの漢字が小さい島だったら、ね、小学校とか小松菜の子と同じで、こう島っていう手話は片手でいろんなね島があるんですけど、グーにしてこちら側、水を表す手話、海を表す手話で島ってやってもいいし、いわば崖っぷちっぽいと指を作って島ってやってもいいし、なだらかな陸地を作ってこれで島って表してもいいし、どれでも構わないです。小島さんでやるのかな。動画の中ではこちら省いてやってます。やってません。すいません。で、小松菜シャキシャキ美味しい。小松菜シャキシャキっていう時は噛む様子を表しています。シャキシャキね、片手でね、口の中で歯をこうシャキシャキって噛んでる様子を表してます。シャキシャキ美味しいっていう手話は、右手だったら右のほっぺで美味しい、ほっぺたが落ちそうで美味しい、左手だったら左のほっぺで美味しいって表すんですけども、噛んでシャキシャキ美味しいってやってます。シャキシャキ美味しい。緑の野菜、緑っていうのは、パーひっくり返して指を折った形で、こういろんなね、長いのや短いのがこう横に並んでる様子で、これで草、これで緑っていう種はですね、緑とか草とか表すんですけども、緑の野菜っていうのがね、このこう葉物野菜でこうふわふわってこう野菜ってやるのかな、野菜、緑の野菜って表してます。緑の野菜。小松菜もね、間に合わなくなって省いても構わないかと思うんですけども、小松菜、名付け親は名前。名前っていうのは片手パーで、片手親指のお腹側を手のひらにポンポンと当てると名前っていう手話です。紙にね、ハンコ母音を押す形で、これで名前っていう手話になってます。で、名付け親は名前を決めたのは誰ってやってます。名前決める、手のひらを上にしておいて、チョキ、くっつけたチョキで手のひらに打ちつけると、決める、決定っていう手話があります。グーでやってもいいんですけどね。名付け、名前を決めたのは誰っていう手話。誰はパーを指を折った形の指の甲側をほっぺたに、触るような形で誰ってやってます。誰、名付け親は名前つけたの誰。徳川義宗って表してるんですけども、徳川の徳は、グー、親指人差し指を出して親指を顎の下に置きます。これで徳、これで、ね、指を動かしちゃうとなるほどっていう手話で、皆さんよく見たことがあるかと思います。なるほどではなくって、動かさずに親指と差し指をまっすぐ上に向ける形で、
顎のところで止めます。徳川家のね、なんかおひげを表すんでしょうか、詳しくは分かりませんけども、これで徳川、川は三本川で徳川と表します。徳川さんって何々する何々さんっていう時にね、男の人を表して、この人がっていう風に丁寧に扱う様子で手を添えて何々さんってやるんですけども、徳川吉宗っていうのが漢字が吉だけ つけてます。徳川吉宗、徳川よし、よいっていう詩はね、やりましたね。よいと同じで、これ、吉っていう漢字をがついてますので、吉はよいっていう意味なんで、これで、よし、胸はね、省いてます。ね、徳川よし、よし胸、口だけで、よし胸って言いながら、よしまでやって、この人ってやってます。徳川吉宗。吉を省いても大丈夫です。徳川だけだけど、徳川吉宗って口でやりながら、何々さんって表しても構わないと思います。徳川吉宗。で、小松菜、江戸川代表。江戸はね、江戸。お侍さん、江戸っ子、お侍さんですかね、ここのもみひげ、ここにまで毛がこうある様子を親指と人差し指でこう表してます。江戸川ですか。ちょんまげで江戸って表すのかな、お侍とか表すのかな、一般的には江戸川でよかったかと思います。江戸川代表はいろんな人がいる中のこの人が代表で上に抜きん出てる、上に出ている様子を表します。江戸川代表、まっすぐ上でもいいんですけどね、代表こう回るようにして代表ってやっても大丈夫です。江戸川代表、栄養部門で金メダル、栄養部門ってやってます。栄養はやりましたね、自分に、栄養がこう入っていく様子を表して栄養部門。自分から見て親指と人差し指下を向けておくと、カタカナのフの形を右手だったら右にずらしてブという手話があります。指文字ですね、ブという指文字。左手だったらこちらでブブ、これブ、門は門の形、漢字の門をね、人差し指で、これで門っていう手話があります。部門で、金メダル、金はお金、親指人差し指で輪っかを作って、それでこれで金ね、金曜日とかも使うんですけども、これで金のメダルが、輪っかが自分の方のに来ます。メダルの位置、目にねこう下げるとメダル、この位置になるんですかね。金メダル、栄養部門で金メダルと表してます。まあ、この手を開いてもいいのかもしれないけど、開かない方が分かりやすいですよね。金メダル、みんなで食べて、みんなで食べて、心はお天気、心は人差し指で心臓の周りに丸を
書いてもいいし、体の真ん中に丸を書いてもどちらでも構わないです。栄養部門で金メダル、みんなで食べて心はお天気ね、やりましたね。心はお天気、はい、とりあえずここまで、またねー。